がいる人もやったってことだね。ハローキティもメイドインジャパンだからね。そう、日本のね、まあ、最近見れば4ヶ月ぐらいまで行ったんだけどね。はい、そしてまた裏は芸者タウンです。芸者の街が浅草でございますんで、こちら右側べっこ屋さん、三味線のピックからヘアアクセサリーまでございますね。テン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 なんでね。芸者のシティが裏からですからね。はい、ね、そしてまた美味しいお店をたくさんあります。マグナドさん、お芋のスイートポテト、懐かしいお大好きスイートポテトだね。はい、フランさんも芋羊羹でございます。そして真ん中通っているのがメインストリートの仲見世でございますけども、浅草の街を横に横切ってます。これが新仲見世通りね、はい、こちらもお土産屋さんから名店たくさんありますんでね。はい、やげん堀の七味唐辛子とかすき焼きの名店今あんさん、その中羽子板屋さん、羽子板って知ってる？なんとか聞いたこと、羽子板、あ、羽子板、メキダイン、羽子板ね、羽子板、あそこ綺麗なデザインで、うん、そう、あのジャパニーズバドミントンみたいなやつで、そう、女の子正月用で、ね、今ほとんど、そう、なんという、そう、日本の飾り物になってるわけ、そう、着物でね、そうです、そうです、そうです、ね、羽子板なんかも、羽子板屋さんもあります、ね、裏は歌舞伎の街だったり、歌舞伎の羽子板なんかもいいですけどね、はい、ですから浅草芸能の街なんか、ここが歌舞伎やってます、今終わったばっかりかな、ここが人材店です、本当は。ここはね、シルバーアクセサリーね、ここも職人さんでハンドメイドのね、アクセサリー、坂東美之助さん、中村隼人さんね、中村、あれですね、初之助さんね、美之助、これね、結構綺麗ね、綺麗でしょ、じゃあここでフォト撮ろう。歌舞伎のね、あの中村勘三郎さんね、ネズミ小僧って泥棒でございます。あ、泥棒、ね、泥棒、はい、ね、これ野田秀樹さんの演出でね、野田版ネズミ小僧ってね、当たり役だったんでね、勘三郎さんね、やばい、ね、野田さんの勘三郎さん、篠介さん、野田秀樹さんがいらっしゃいましたね。ガイドストリートね、バブラシテンね、あんたから中村さんがバブラシの何のトロケにね、芝居の街などこうやって刀があるんですよ、ね、桂とかね、ステージ上の店もございます。この左はお団子屋さんね、はい、人すごいね、人多いでしょ、どうなんですか、ね、ちなみに宮でお芝居やってますね、あの人男だからね、男一緒だからこれ、はい、裏でお芝居やってますんでね、大衆演劇っていうね、チャンバラね、はい、こちら飲み屋街でございまして、大きな紙あれ物の提灯よりもおいらが強いこちらの方なんですけど、こっち行くと飲みたくなっちゃったら、こっちから行きます、はい、こちら劇場の街でございまして、人すごいね、人すごいよね、そうなの、こっちの方が人多かったりするね。これ両側には浅草で学園長の看板が立ってます。で、こんな細い字も見てあるからね、ロボモカご用だってね、アンティークショップ、アンティークショップ、こんなね、細いのにね、ロボモカってね、モダンボーイ、モダンガールなんて言ってね、こんな細い、昭和初期の頃ね、建物改造してね、このアンティークショップ、はい、あと有名なところね、藤原さん、お知らせあげるよ、どうぞ、若手のだけ、こんにちは、すごい有名なところ、ホゲーセンターですね、
ジャパニーズコメディアンシアターの浅草演芸ホールでございます。もうニューイヤーなんでね、特別興行でございますね。はい、そう、ここはね、落語ですね、コメディアンシアターね。はい、あ、そう、そう、落語、ここ、ここ、ここは、あ、落語は、そう、落語、落語は知ってる？まあ、でも、レビューなんか聞いたときある？あ、そう、でも、そこだったら